山陽電気鉄道3000系電車は1964年から導入された山陽電気鉄道の通勤系電車である。原型の3000系、2000系の手電動機などを転用した3200系、心臓時より冷房装置を搭載する3050系に大別される。合計133両が 川崎車両川崎重工業兵庫工場で製造されたほかかつては2 0 0 0系や2 3 0 0系から改造編入した付随車が15両在籍していた。山陽電気鉄道では車両の形式称号について、書類上は雲ハやモハなどの車種を示す記号を用いているが、車両番号で車種が判別できるため、通常は省略されている。このため、 本記事の記述では、車種構成の項以外は、基本的に省略し、必要に応じてやなどの略記号を付して解説する。また、編成表記は、神戸法線当社の車両番号で代表し、3030 30編成のように表記する。神戸高速鉄道開業前の河川電圧は、山陽電鉄が直流線5 0 0 v であったが、乗り入れ先となる、阪神電気鉄道と、 阪急電鉄は6 0 0トであったため、2 0 0 0系では副電圧車として設計されていた。しかし、阪神阪急の両車とも、神戸高速鉄道開業までに、河川電圧を1 5 0 0トに昇圧することが決定されたため、副電圧対応車両を用意する必要がなくなり、試行錯誤的に増備された2 0 0 0系に代わる、新たな標準車両を用意することとなった。 また、2 0 0 0系は3両8編成が増備されたが、営業政策や運用上の様々な方針が変化した影響で同一仕様の編成が3編成であり、台車などの機器も複数種類存在し、保守上扱いも難しい状況となったことから、仕様の統一と汎用性を重視した標準型車両として、神戸高速鉄道の開業と阪急 阪神との相互乗り入れを踏まえて1964年に登場したのが3000系である。初期車はオールアルミ合金製という技術が評価され、1965年6月に鉄道友の会よりローレル賞を受賞した。本形式は製造時期によって差異が多数存在するため、本校では共通項目について述べる。車体は2000系3。 扉アルミ車を基本としつつ、各車の全長を神戸高速乗り入れ各車に合わせて19メートルに、統一、側扉は山陽電鉄で初の両開き扉を採用した。当初の二変成はアルミ合金製であったが、以後の造備車では普通構成車体を採用、1981年には3050系で、 新工法のアルミ合金製車体を採用し、以後は新工法アルミ車が増備された。車内では、座席に270系以来の実績がある、低座面のロングシートを採用、座席端にスタンションポールが設置されており、特急運用とラッシュ対策の両立を図った構成となっている。乗務員室は、運転席部分の奥行きが深くなっており、 先頭車の側面窓配置が左右で異なっている。運転台側の側面には乗務員室の小窓と客室の戸袋窓が、車掌台側の側面には客室の二段窓が設けられている。運転室は床面を3 0 0、mm、トル高めた高運転台式とし、全面両隅に曲面ガラスを使用したパノラミックウィンドウを採用して視界を拡大した。当時は、 モータリゼーションの進展による自動車の急増で、踏切障害事故が増大した時期であり、乗務員の安全確保の観点から高運転台となった。日本国有鉄道の1 5 3系、区ハ153型500番台と同様の姿であるが、全面形状は2 0 0 0系に合わせた設計となっており、1 5 3系とは異なる印象となった。なお、 153系統の共通箇所は、曲面ガラスの寸法のみである。主制御機は1機で2両分8機の主電動機を制御する 1C8M 方式を採用、電動車に2機のパンタグラフと、主制御機を制御電動車に各種補機をそれぞれ集約分散搭載する。川崎電機製造、富士電機 k、k m c 2 0 1を m 車に搭載する。 主電動機は、平用軌道区間廃止に伴う特急での4両編成運転を見据えて、MT 比1、1でも2 0 0 0系3両編成と同等以上の性能を確保するため、出力 125kW の三菱電機メガバイト -3020S を採用した。駆動装置は2 0 0 0系の WN ドライブを踏襲したが、歯車比は82、15に変更された。 メガバイトマイナス3020系主電動機は1954年に登場した奈良電気鉄道の出羽1200型で最初に採用され近畿日本鉄道でも一時期の標準電動機となった。採用の3000系においても乗り入れ先の阪急阪神両線での走行性能確保を考慮し近鉄で 多数の採用実績のあるメガバイトマイナス 3020K が採用された。この主電動機は、採用の標準電動機として、1986年登場の、改正ブレーキ車5000系まで使用される、ロングセラーとなった。台車は3000系アルミ車では、軸量式金属バネ台車を搭載したが、構成車からは、ウイングバネ金属バネ台車が採用された。 3050K の1973年以降の増備車より空気バネ台車が採用されている。パンタグラフは中間電動車に2機を搭載する。3000 3 0 0 0系3200型では菱型パンタグラフの PK-55 であるが、3050K では集約分散式冷房装置の搭載に伴い、投影面積の小さな PK-57 下枠。 交差式パンタグラフが搭載されている。PK-57 は、後に、PK-60 へ、換装、続いて PK-80 に変更された。ブレーキは2000系までのアース、D 発電制動付き電磁自動空気ブレーキに変えて、HSCD 電磁直通ブレーキが採用された。基本編成は、神戸方から MC、MCMTTC の4両編成で、 T 車を外した3両編成での運用も可能である。1980年代初頭までは T 代用として t c を挿入した4両編成も存在した。6両編成の場合は3両編成を2本、並結して、神戸方から MCMTCMCMTC MC で蘇生するが、6両編成での営業運転は2001年まで対応しており、 その際5000系6両編成の予備編成に限られていた。なお、電動車ユニットのみ在籍する3100.3200型は、姫路型に3600型を連結して、MCMTC の3両で1編成を構成する。3100系は、当初、3050系4両編成の神戸型に、 電動車ユニット2両を増結する目的で計画、製作されたが、営業運転では6両編成での運用実績がない。また、3200型は搭載する主電動機の定格出力が低いため、引退まで全て3両編成で使用された。 神戸高速鉄道開業に伴う車両所要数の増大に対応して3時に分けて1971年までに70両が製造された。M 社には主制御機と主抵抗機を装備、終電装置は菱型の PK-55 系パンタグラフを2機搭載する。MC 社には補助電源は6ク,クバの小型電動発電機を2台。 空気や縮機は C-1000LA を2台搭載し、1台が故障しても機能を保持できる。一次車 2000K のアルミ車2012編成とステンレス車2014編成の運用実績を比較検討した結果、軽量かつ保守に有利なアルミ車体を採用する方針となり、1964年12月に3000編成。 1965年1月に3000位に編成がアルミ車体で製造された。当初は西大駅兵庫駅間に併用軌道が存在したため3両編成で運用されていた。神戸高速鉄道開業直前の1968年3月には構成二次車と同時に3500と3500位がアルミ車体で製造され4両編成化されている。 2 0 0 0系では各部にアルミ合金を採用したが、貫通路の3番など、アルミ合金性は不向きと判断された部品は元に戻されるなど、2 0 0 0系での実用の経験が3 0 0 0系で反映されている。側窓の見つけも2 0 0 0系アルミ車に準じており、独立した二段窓が扉間に3個、車端部に2個配置されている。二段窓は、上段加工、下段上昇で、 上段の上下寸法が大きく、保護棒が設置された。全消灯ケースの形状も2012編成を踏襲している。運転台つまを含む、腰板の上下に細い赤帯を配するが、全面創価の帯は1986年に着色フィルムによる太い色帯に変更された。2015年に3000編成は1986年。 以前の全面スタイルに復元されている。当初は2000系アルミ車と同様、車体にクリアラッカー塗装を行っていた。パンタグラフスリータや、ブレーキーからの一種金属固付着による腐食、沿岸部の重工業地帯からの待機による科学的腐食の懸念があったためである。しかし、クリア塗装は、年数の経過による退職が発生したことや、 車体の腐食も洗浄により、問題にならないと確認されたこともあり、1972年に、塗装は剥離された。以後のアルミ車も一部を除き無塗装である。車体側面には創価に、鱗模様があったが、後年になり廃止された。台車は2 0 0 0系の設計を踏襲し、軸量式金属バネ台車の OK-25、OK、BOK-21D、OK、を採用した。 付随車では、ウィングバネ式金属バネ台車のキロワットマイナス 2A を採用し、後年に、電動車は新調したキロワットマイナス 1A に、制御車は付随車との振り替えで、キロワットマイナス 2A に換装されている。この振り替えで捻出された、OK 台車は3619から3622に流用された。 1965年1月26日、メーカーの川崎車両によるアルミ製車両宣伝映画撮影のため、心臓間もない3000位系アルミ車の3両編成2本を、並結した6両編成が蘇生され、西台から鹿間まで片道のみ運転された。 アルミ車の冷房化改造は1989年に3500.3501の2両で最初に実施され3076.3078編成へ組み込み両編成が4両編成化された続いて3両編成に戻った3000.3002の両編成も翌1990年に冷房化が実施されている冷房装置は 集中式の CU-71S で、補助電源装置は TC220 九バの、静止系インバータを搭載し、MC 車には6クバの MG が予備として一台損置、された。後年、3 5 0 0 3 5 0一の2両は、塗装されて3060.3062編成一時、組み込まれた後、塗装を剥離して、再度3000.3002編成へ戻った。 その後再び3076.3078編成に組み込まれている。2017年11月の3000編成の運用終了後は中間車3500.3501の2両のみが残っている。二次車1968年の神戸高速鉄道東西線乗り入れに備え、1967年から1968年にかけて、 三両編成九本と付随車四両の計31両が量産された。神戸高速鉄道開業までの短期間の大量増備のため、車体はコストダウンのため普通構成となっている。外観は、側窓は、扉間三連、車端部二連のユニット連窓構造となっており、窓幅は800ミリメートルである。 車内は、先頭車の運転台直後の二人掛け座席を、廃止私立席スペースに変更、室内塔のグローブも省略された。この他側で入り口と座席間の立席スペースの拡張、出入後部への吊り革の設置も行われており、混雑緩和とメンテナンスフリーに努めた設計とされている。台車は、 ウィングバネ式金属バネ台車の川崎車両キロワットマイナス1キロワットマイナス2となったが、その他の機器類等は、アルミ車からの変更はない。構成車のため塗装が施され、当時の標準色であった、ネイビーブルーとクリームイエローの2色塗り分けとされた。三次車1968年12月に、DC 車の3611から3615が増備され、 全編成が4両編成となった。T 社ではなく、DC 社が増備されたのは、後述する3550系の改造編入が、すでに計画されていたためである。このグループから全面に、手動、側面に、電動の行き先表示膜が設けられ、社外スピーカーも両側面に片側2つずつ、設置された。方向膜は指令機を、MC 社に設ける、計画のため、 登場当初は不使用であった。屋根はビニール張りから樹脂加工に変更されている。床面高さは二次車より 40mm 高くなり、側面の膜板部分が狭くなっている。二次車では連結起動時部分の車体裾が切りかかれていたが、三次車前期型では出っ張りがあり、貫通路の位置が高くなった後期型の3028。 編成以降では一直線になっている。行き先表示膜や社外スピーカーは1.2次車にも追加設置されたが、前面の方向膜部が突出しており、社外スピーカーも片側あたり1箇所のみであることが3次車との相違点である。1.2次車で方向膜が突出しているのは、貫通扉を開いた際に乗務員室の 車掌台側の機器と競合するのを防ぐためである。1969年には3両編成5本と3032から3033の1ユニットが製造された。電動車にも方向膜が設けられ、M 車の屋根はパンタグラフ設置部のみ 110mm 下げた低屋根とした。この間、メーカーの川崎車両は、 川崎航空機と共に1969年4月に川崎重工業に合併している。1970年には3034から3037と3621。1971年には3506から3508と3622が製造された。3600K のうち3619から3622の4両では、 第一次アルミ社の代車交換で発生した OK-25B、OK、を転用、装着されていたが、後に3619と3618の間で振り替えを行っている。3 5 5 0系2 0 0 0系編入車1969年から翌年にかけて、副電圧車のため制御機が複雑で保守に手間がかかっていた2 0 0 0系のうち、 ニットビラ転換クロスシートの構成車3編成給料を3000系の付随車に編入する改造が実施された。この改造で3550から3558の給料が登場。改造元の車種と運転台の方向により3、形態が存在する。ブレーキ装置は HSC に変更。QMC 車は、電装解除。 球場無印室は客室化された。三扉か座席はロングシートか非貫通前面への貫通路設置、既存貫通路の強幅化などが実施され、側面には電動式行き先表示器と社外スピーカーも設置された。台車は元 MC 車が OK-15、OK、現 T 車が OK-21、OK、である。 3553から3558の6両は1979年より冷房化改造が実施されたが、残る3両は改造が見送られた。3550は1990年に救援車1500に改造された。2000系改造の3550型は2003年までに全廃となった。 2300系編入車2300系編入車の9000頭部1998年のダイヤ改正に伴う4両編成運用の増加に対応するため2300系の3両編成2本が3000系の付随車として改造編入されたこの改造で3560から3565の6両が登場している車番は3560番台で 形式は同じ3550型となっているが、3560型と分類する例もある。冷房化は2300系時代に実施されている。MCTC 社は中間車となったが、乗務員室の本格的な撤去や客室化は見送られ、運転台の一部機器類の撤去に止められており、つまめん扉と仕切り扉により乗務員室を閉鎖して、貫通路を確保している。 QM 車は 2700K から 2300K の高性能化改造の際に 2700K 時代の運転台を撤去、客室かずみである。電装解除された MCM 車の床下機器は、主制御機と抵抗器が撤去され、付随車として必要なもののみが残された。台車は元 MCM 車が、種車のキロワットマイナス 1B を付随車用に、 変更したキロワットマイナス 2B、元 TC 車は種車のままのキロワットマイナス 2B である。これらは2003年以降、4連運用の大幅な削減により、すべて編成から外れ、2004年末までに全車廃車となった。2000系の主電動機と駆動装置を流用した車両群で、1969年に登場した。 当初より3200型として新造されたグループと3000系の主電動機関層で3200型に編入されたグループに対別される。8編成が製造された2000系のうち、新造車3編成、編入車3編成の6編成12両分の主、電動機、駆動装置が転用されたことになる。なお、4両編成では加速性能不足になることから、 3 6 0 0系 DC 社との3両編成のみで使用された。2019年2月28日をもって引退し、形式消滅した。新造車1969年から1970年にかけて3 0 0 0系三次社の新造と並行して2 0 0 0系の3550型への改造で発生した2002から2007の主電動機。 駆動装置を転用して新臓した。車体や制御機、補給類等は3000系30車と同仕様である。台車は、主電動機指示化をメガバイトマイナス3037対応とした、キロワットマイナス 1B が採用されている。制御車として3600系3620から3620にを新臓し、これらを組み合わせていたが、 2018年2月の3204、編成運用終了をもって消滅。改造編入車1988年に3000系3034から3035、1989年には3 0 0 3 6から3037の、計4両の主演動機、駆動装置を2000系の廃車発製品へ、換装。 3206から3207と3208から3209に改版された。1998年には3 0 0 0系3 0 0 0 1 0 3 0 1 1の主電動機と駆動装置が2 3 0 0系の電装解除に伴う発生品に換装され、3210.3211となった。なお、改造で捻出したメガバイト3 2 0 s 種。 電動機と駆動装置は5000系の増備に流用されたほか、予備品確保に使用された。3210編成は2017年に、主電動機と駆動装置を再交換にし、再び320編成となった。これにより、3200系更新車及びこのグループの3200型は消滅、他のグループの編成が、 全車廃車されたこともあり3200型から3 0 0 0系に編入された唯一の事例となる。また、3206から3209の4両は3200型で最後まで残っていた。1972年の新造車からはサービス工場のため冷房装置を装備しての導入となった。形式番号は電動車は50番台以降、不随車。 制御者については30番台以降とされ、このグループは3050系と総称される。冷房装置は集約分散式で、三菱電機 CU-17 型ユニットクーラーが1両、あたり4機搭載される。パンタグラフは冷房装置の搭載に伴うスペースの制約から下枠交差式となり、PK-57 を奇数電動車に2機搭載。 取付部の低屋根は廃止された。PK-57 は、後に、PK-60 へ、換装続いて PK-80 に変更された。補助電源装置は、MC 社に4両分の給電能力を有する120、クバの電動発電機を搭載したほか、TC 社にも、予備として、従来の6クバの、小型 MG を1台装備している。制御機は、 KMC-201、電動機は、MB、メガバイト -3020S、波数比は82,15という基本的な機器仕様については 3000K と同様である。前面の衣装は 3000K に準じているが、ホロの形状が変更されており、ホロ釣り金具がなくなっている。車内天井部には風洞を設置して、天井を平面構造とした。 1.2次車1972年に1次車として3050編成の1編成4両を導入、続けて1973年に2次車として3052.3054の2編成8両が増備された。冷房関係を除く、基本的な伝送品は3000系3自社次車に準じており、電動空気圧縮機も3000系と同様、制御電動車に、 C-1000LA を2機搭載する。台車は冷房装備に伴う、軸重増大に対応して、車軸や、バネ定数を変更した kW-3kW-4 を装備する。装備途中の3052編成より前、消灯ケースが小型化され、左右のライトの間隔が狭くなった。三次車1973年11月春工の3056。 編成より 2000K2010 編成以来となる空気バネ台車を採用、KW-15KW-16 が装備された。空気バネ台車の採用により CEP は HB-2000 を TC と MC に各1機ずつ搭載し容量増を測っている。車体は床面高さが3000 K 二次車と同様に低くなり、側面の膜板部分も広くなっている。 基礎ブレーキはブレーキシリンダー式ではなくダイアフラム式を採用している。ブレーキ制御装置も使用変更され、ブレーキ間解時の空気排出音は従来よりも静かになった。その後も旧型車の代替として3050系を量産する計画であったが、1973年に勃発したオイルショックの影響で旅客数が減少に転じ、 車両増備が数年間中断した。この間、1976年に2 7 0 0系のうち6両が高性能化改造を受け、2 3 0 0系となっている。主電動機駆動装置、制動装置等の主要機器は3 0 0 0系と同一品で揃えられた。1977年より増備が再開されたが、1年に1編成ずつの新造に止まった。 この時の増備車は4両編成増備の需要がなく、車体の老朽化が特に深刻であった8 2 0系の痴間、へと特急用編成の冷房化促進を図る目的で3両編成で新造された。この新造編成3本には3000 3 0 0 0系3次車4両編成3本から付随車、左派3 5 0 0系3両を外して冷房化改造の上で組み込み、 4両編成として特急運用に充当され3両編成化された3000系が820系統の置き換えに当てられた3062編成以降では台車が kW-27kW-28 に変更され基礎ブレーキは通常のブレーキシリンダー式に戻った1977年製の3060編成は 窓ガラスが黒色エッチゴム指示であったが、後に他社同様の灰色エッチゴム指示に変更された。4次社1981年3月に製造された3066編成の電動車ユニットは新工法のアルミ車体試作車となった。TC 車の3638は普通構成車体である。アルミ車は車体の軽量化と塗装費の節減という利点があるが、 素材が鋼鉄よりも高価であり、アルミ地金の精練に多量の電力を消費するなど、イニシャルコストが高い欠点があった。新工法のアルミ車では、大型薄肉押し出し型材を多用して、構造を簡略化、自動溶接で組み立てることでコストを抑制した。床下機器は、床材の下部に押し出しで成形されたカーテンレール状の溝に取り付け、 ボルトをかけて吊り下げている。側窓と妻窓は外付けのユニットサッシとなり、内装はメラミン樹脂化粧板に代わって、クリーム色の FRP 樹脂一体成型品を採用、後方の管理化と保守性の向上が図られた。新後方のアルミ車は従来の3000 50系と比較して、MC 車で38.9トンから34.4トンに、 M 社で37.8トンから33.3トンに、T 社は28.7トンから24.2トンに、TC 社は31.2トンから26.7トンに、それぞれ4.5トンの軽量化がなされている。3066編成と組む TC 社の3638は、構成車体で製造されたため、アルミ車も構成車の塗装である。 当初は冷房化改造した 3000KT 車の3508を組み込んでいたが、1984年にアルミ車の3538を新造して置き換えた。台車は、円筒案内式ダイレクトマウント空気バネ台車で、MCM 車は、キロワットマイナス35、構成 TC 車の3638はキロワットマイナス36となった。 ご自社1981年6月には3068編成が全車アルミ車体の4両編成で増備されヘアライン仕上げの無塗装が採用された続いて1982年から1984年にかけて4両編成3本と付随車1両が製造された側面倉庫には幅1 0 0、mm、トルの赤帯を入れ正面には 左右層下に幅 450mm の赤帯を入れた。客用扉と正面貫通扉はステンレス製の無塗装となり、赤色の飾り体は着色フィルムでの貼り付けとなった。3538は3066編成の付随者3508号と組み替えられ、同編成に合わせて塗装されている。3534以来久々の心臓となった。 付随車は3630型に合わせて車両番号が3539から付与されており後に追加心臓された3538を除く3535 35から3537については欠番となっている台車は MCM 車はアルミ試作車と同じキロワットマイナス 35TCT 車はキロワットマイナス 36A である 1983年に製造された3100.3101のユニットは将来のラッシュ時の増結による5両6両編成運転を想定した増結車として計画された3101の姫路方に関与運転台の設置準備工事を実施連結機は自動連結開放が可能な電気連結機付き密着式連結機を装備した 当初は増結運用の予定がなかったため、構成車の3 6 0 0系3 6 1 9との3両編成を蘇生した。3619は、非運転台側に、電気連結機を装備、アルミ車に合わせた、明灰色で塗装しているほか、客用扉もステンレス無塗装仕様に交換された。その後の増結運用の実績はなく、連結機も、防連結機となった。 3100の補助電源装置は MG に変えて120、クバの GTO サイリスタによる、静止ンバータが初採用され、以後の心臓、冷房化改造車にも踏襲された。6次車1985年には3000、系列最後の増備が行われ、3両編成2本が製造された。この2編成は、全面貫通扉と乗務員室扉が、 ステンレス無塗装からアルミ製に変更されている。車内では優先座席のモケットがグレーに区分された。この二変成の申請をもって3000系列の製造は終了し、翌年からの申請は5000系に移行した。1972年からの冷房車3050系の新造に続いて、非冷房の3000系の冷房化改造が1977年より、 開始された。当初は特急の全列車冷房化を目標に4両編成より着手され、1983年からは3200、型など普通列車用の3両編成にも拡大された。1990年までに全車の冷房化を完了した。冷房改造は1977年に3050系の付随車として組み込むより開始。 3508を皮切りに1981年4月までに3507.35063505の順で4両に施行された。編成単位では1979年より4両編成の3036編成から実施され、1981年6月の3026編成まで各年に編成ずつ、計6編成で実施された。冷房装置は、 パンタグラフ付きの M 車は、集中式の CU-73 を1台、パンタグラフのない MC、MCTTC 車が3050系と同じ、集約分散式の CU-17 を4台、搭載した。パンタグラフ付き車両は、小型パンタグラフへの交換を避けるため集中式となり、パンタグラフナッシュ車両は、屋根構造の大幅変更を避けるため分散式となった。 パンタグラフは、し型の PK-55 が損置され、補助電源は、容量119馬の交流電動発電機が制御、電動車に搭載された。1983年には3 2 0 0計算両編成の3200.3202の各編成、3 1 0 0 3 1 0 1のユニットと、組む3619に施行され、3両編成で、 初の冷房車が登場した。1984年以降の冷房改造車からは、補助電源に GTO インバーターの SIV が本格採用された。1986年は 5000K の増備のため、3000K の冷房化は行われず、1987年からの改造車は全車とも 5000K と同じ集中式の CU-71S を一気搭載となった。 1987年に冷房化した3204、編成は、前車が、集中式冷房ながら、SIV ではなく MG を搭載していた。さらに、最後に冷房化改造が行われた一時社に、編成では、冷房電源装置の搭載位置も制御車3600型に変更された。初期アルミ車は、構造上冷房化が困難として最後まで残されたが、 溶接技術や、試行技術の向上により冷房化が可能となり、3000.3002の3連に編成の試行をもって冷房化改造を完了。山陽電鉄の旅客車はすべて冷房車になった。山陽では1949年登場の820系以来のクリームとブルーの二色塗装が採用されて、いたが、百八十六年の五千系導入と、 同時期より、構成車両の塗装変更が開始され、クリーム地に赤と黒の色の帯を配する塗装となった。作業工数短縮のため単色塗装とし、赤と黒の帯はステッカーで配された。塗装変更の最初の編成は3024、編成で、1986年7月15日に、竣工した。 2 0 0 0系より編入の付随者3550は1990年11月に救援車に改造され1500に改版された。自力走行は不可能なため万が一の際は3 0 0 0系と並結、牽引された。1500は2010年6月30日付で廃車となっている。3060.3062編成の3両、編成2本は 予備として3プラス3の6両編成の蘇生を可能とするため1992年に6両編成対応工事が行われた。5000系と同じく2両分のドアカットに対応可能な用土平回路が変更された。後に3076.3078編成が6両予備となったため、 3060.3062編成による6両編成での営業運転の実績はない。1993年、5000系3両編成の最後の2本が4両編成となったため、6両運用予備の後継者に3076.3078の3両編成2本が指定された。3060.3062編成と同様の6両対応改造と同時に、 座席のセミクロスシート化が施行され、全面方向膜の電動化も行われた。クロスシートは5000系の固定クロスシートを転換クロスシートへ改造した際の発生品が転用されている。1995年には3074、編成にも同様の改造が施行されている。3050系による 予備運用は2001年3月のダイヤ改正まで行われ、3編成のうち2編成で3両編成、日本並結の6両編成を蘇生し、5000系6両編成の予備編成として使用された。1994年、3200系の全車と、3000系の30006.3010編成を対象に、アボシ線のワンマン運転開始に伴う。 対応改造が行われた。乗務員の視界確保のために、運転席側全面ガラスの縦3がなくなり、グー部と平面部を一体化したガラスに変更された。車内では、自動放送装置の設置、ドア開閉予告チャイムの設備、デッドマン装置の強化などが行われている。本線のツーマン運転も可能なよう、切り替えスイッチも設置されている。 3000系リニューアル編成リニューアル車の車内2004年度より3000系のリニューアル工事が開始された。最初の編成となる3210編成は2005年3月25日に、竣工2015年までの11年間で13、編成44両に施行された。客室のリニューアル工事として、側で入り口間の側面窓の一体型、ユニットサッシへの交換。 車端部の側面窓の大型一枚ガラスへの変更、化粧板とカーテンの新柄への交換、爪引き戸の窓の大型化を実施した。バリアフリーへの対応としては、車椅子スペースの新設、連結面間への転落防止幌の新設、車内の表記類のピクトグラム化を行い、優先座席前の吊り革は5センチメートル低くされた。保安度工場のため、 構え体と屋根の修繕、扉と上下レールの更新、運転室床下,下の空気配管の更新、車体高圧配線の更新、ATS の新型への更新を行った。2008年には3058編成が出場し、3050系で最初のリニューアルとなった。2013年出場の3060編成以降の試行者では客室等が LED に交換されている。各編成のリニューアル竣工日は以下の通り。車両番号は試行当時、掲載順序は試行順。3008編成の3009はリフレッシュ工事の際にパンタグラフが下枠交差式の PK-80 に交換されたが、これと同時に河川検測装置が設置され、営業者と検測者の兼用が可能となった。 この検測装置は、名電車製のカタナリーアイで、屋根状に検測機器が常設されている。検測機能を持つ営業者には、九州新幹線の8 0 0系の例があったが、一般鉄道では、山陽電鉄が初であり、後に、京成電鉄など多施鉄にも波及した。3 8編成以外の3 0 0 0はリニューアルで、終電装置の換装は実施されていなかったが、 2017年2月より、下枠交差式へ換装され、2020年2月の3014、編成をもって完了した。1995年1月17日に発生した、阪神、淡路大震災では、発生当時3 0 50系3 0 70編成4連が、高速神戸駅に停車中で、大きな被害はなかったものの神戸高速東西線は、 大開き駅付近が崩壊し普通となったことから、同編成は普通区間の東側に取り残されてしまうこととなった。また、上り普通列車として、板宿駅西大駅間を走行中だった3000、KS3026 編成4連は、停電のため駅間に停止したが、付近の地震動の揺れは大きく、 激しく揺さぶられたため台車のオイルダンパ多数が破損し、床下機器の一部にも損傷を受けていた。3026編成については、2月2日に、補線用モーターカーで牽引し、東スマシャ湖に収容された。3070編成は、2月6日以降、同様に、神戸高速線側に孤立した5000系5018編成、5022編成。 阪神電鉄5131系に編成とともに再開した新開地駅阪神三宮駅間の運行に使用されることとなった。孤立区間の参業車3編成の列車検査は高速神戸で、月検査は新開地駅高速神戸駅間の上り線に新設された簡易ピットで終電後の深夜にそれぞれ実施された。乗務員 県社係員の派遣や交換部品の補給にも困難を伴いながらの対応となった。その後、運行区間の東限は2月20日に岩屋駅、3月1日に西灘駅、6月26日には大石駅まで延伸し、阪急六甲駅への乗り入れも再開されたものの、神戸高速線、大開駅付近の開通には8月13日までの期間を要したため、 それまで、山陽電鉄の三編成は、車両基地に戻ることができず、約半年間にわたって、孤立状態での運用が続けられた。特急から普通まで幅広く運用されていたが、2001年のダイヤ改正以降は、普通を主体に、S 特急でも運用されている。運転区間は、姫路駅阪急神戸三宮駅、阪神神神戸三宮駅間である。 阿ボシ線では1995年よりワンマン運転を行っている。特急運用終了後も運行トラブル等の場合は車両交換の上で直通特急として代走することがある。また、4両編成は付随車1両を外した3両編成で運用する例もある。3 5 5 0系の2 0 0 0系編入車のうち、 3552は1985年に、3551は1989年に、それぞれ廃車となった。1998年には3553.35543558の3両が、冷房車で、初の廃車となり、その後も3両が残っていたが、2003年までに、廃車となった。二千三年以降、 4連運用の減少により2300系編入車も2004年度までに全車廃車され3550型は形式消滅したこの廃車により山陽電鉄の営業車両から片引き扉の車両は全廃となったその後2010年には新造車では初の廃車が発生し同年6月30日付で3500系3507.3508 が、廃車となっている。3000系は2016年に登場した6000系による代替対象となり、2016年度には3000系で、初の編成単位の廃車が発生した。初期アルミ車3000位に編成と構成車3000位22、編成の3両編成2本が2017年1月1日付で、廃車となったが、3022編成は、 廃車前に別編成の3600型と差し替えられた。2017年5月、3004編成と3200系3200編成が引退記念ヘッドマークを掲出して5月31日まで運行し、同年10月1日付で廃車となった。トップナンバーの初期アルミ車3000編成は11月22日で定期運行が終了となり、 定期運行終了翌日の11月23日に引退記念の団体専用列車として、姫路赤市東二見で最終運行を行った。3000編成は2017年12月31日付で廃車されたが、神戸方先頭車3000は2019年10月、現在東二見車両基地で生体保存されている。なお、 初期アルミ車は3500系の2両を残すのみとなった。2017年12月に6000系が3、編成増備されたことにより、3024編成と3202、編成が2018年1月31日に、3204、編成が2018年2月28日に、営業運転を終了した。 これら3編成は2018年3月31日付で廃車となっている。3204編成の引退に伴い、3 2 0 0系新造車と全車集中冷房かつリニューアル未試行の編成が消滅した。2019年、6000K の6008.6009編成の2編成の導入に伴い3 3 3、3 2 0 0系の3206.3208。 編成が2019年2月28日で営業運転を終了し 3200K が全社引退した 3200K の本線運用は3206編成により同年3月2日に運行された団体列車が最後となった3 0 0 0系未更新車で最後の定期検査は3030編成となり同時に旧塗装へ復刻された 6000系4両編成の投入に伴い、3050系3052編成は2019年7月5日をもって営業運転を終了した。同編成は3050系発の廃車となった。続いて、3050.3054の2編成も同年12月16日に引退したため、3050系からは金属バネ台車の車両が消滅した。また、 6 0 0 0系の直通特急運用に伴い産業化されている3032編成が2020年9月30日に引退した。2021年には6014編成4連と6015.6016編成3連が導入されたため、3026編成が同年4月28日、旧塗装復刻の3030編成が5月21日に、 それぞれ営業運転を終了した。シャバンノは、アルミ社。2016年4月1日現在。編成単位の廃車開始前。2018年4月1日現在。3502から3611は3 0 2 2編成から編入。3 0 1 0編成は2017年に3210編成から編入、改版。ありがとうございます。